毎度、西成五時ですわ。連発すんで音楽流して。音楽さっきうるさかったな、ごめんな。ちょっと音下げたからな。これぐらいでいけると思うね。ちょっと音うるさかったな。お叱り受ける前に、もう音下げといた。沖ノ島の話やろ、ちゃんと控えてあるからな。まあ行ったことある人もおると思うねんけどな。ほんで、まあ緊急で飛んでいかなあかん時はな、関空まで行って、ほんで関空からジェット飛んどんね。今はジェットで飛んね、ジェット飛行機が。昔はプロペラ機しかなかった。エアバス何やら言うのんな。あるしかなかった。で、今ジェット飛んどるからな、20分、関空から20分ぐらいで行くよ。20分、もうちょっとか、30分ぐらいかな。30分もかかれへんな。関空からやったら30分、25分から30分ぐらいの間で着いてまうかな。はい、その方が車で、まあな、夜中出てやな。ほんで、まあ、用事がないときはな、車で行ってやな。ほんで、とにかくな、マイカーで行くとな、高いね、日本一高いねんか。まあ、小笠原行くよりは安いけどな。小笠原行くよりかは安いねん。あ、な、軽自動車でもお前。運転手はな、もちろんうちの中に入っとるけど、お前。嫁さんや、行くやろ、身内。嫁さんの妹とかと一緒に帰るやろ。嫁さんやろ。ほんで、嫁さんの妹やろ。で、嫁さんのおふくろな、義理の母親。で、わしと4人や。軽自動車やから4人しか乗られんからな。ほんで、船の、フェリー乗ったら、もうそれだけで5万ぐらいかかるもん。沖ノ島あだのに。で、ガソリンスタンドも向こう行ってしかあれへんからやな。もう手前でガソリン補給しといてやな。24時間営業のセルフのガソリンスタンドでな。んなこと言うてる間にお前3分も経ってもなの。まあ、ええか、沖ノ島シリーズ作ってもええやろ。ほんで、まあ、七類っちゅうとこからな。七類っちゅうとこからな。七に、漢字の七にな、爬虫類の類や。種類の類な。七類っちゅう港からな、出るんや。ほんで、もう、銭しんどい時はな、車無料駐車場あるからな、一塁に無料の駐車場あるから、そこ車止めといてやな。人間は安いねんで。人間は5000円ぐらい。で、2種類あんねん。フェリーとジェット船と。で、私船好きやからやな。もう、ジェットじゃない、ジェット船じゃなくてな。普通のフェリー乗っていくねん。ほな、まあ、4時間。一塁からな。道具やったかな、さっき道具同然とか言ったけどな、確か道具やったと思うねんが、ちょっとその辺また調べとくわ。嫁さんに聞いたら一撃で分かんねんけどな。嫁さん今日パート行っとるから、パート行っとるからこれ大英やって、 A スタジオからな、これ放送できてんねんけど。で、まあ車で行けやな。車で行く時の話しようか。な、車で行く時はまあそのまま港からな、嫁はんのっちゅうか、大黒はんの実家やな、本家の方やな。車で行けるやんな。小さい村や。
ちょっと村の名前忘れたわ。またそれも嫁が帰ってきたら聞くわ。なんかタコっていう字が入んねん。タコっていう字が入ってな、タクミ地区やったかな、なんかそんな地区があんねん。60軒ぐらいの集落しかあれへんよな、うん、漁港の町や。ほんでもう駐車場があんねん、無料のな。そこもただわし袖ヶ浦ナンバーの車で行っとったからやな。なんだろうお前、誰が来たんやっちゅうような顔で見られるやん。なあ、横の風でやろ、お前どっかややこしの来よったんやっちゅうやな。みんな寄ってかったかって今日な、差し行った時やな。もう2回目は上がるわな。桜屋言うてな、あの屋号、あの別に商売してるわけちゃうけどな、みんなあの辺の人らな、屋号持ってはるからな、うん、漁師やけどな。ああそう、もう亡くなったその本家の、うん、それから嫁さんのおふくろのお兄ちゃんや。お兄ちゃんが受け継いどるからな、家を、本家を。その人の、その人の葬式で初めて行ったんかの。うん。その人の葬式で行ったんや。せやせや、礼服持って行ったもん。うん。まあ、もうちょっと尺あるから喋るけどやな。まあ、最初はお前、こんな風景やろ。誰や誰やみたいな。最初は多分みんなにお前、誰が誰か、おわしも誰が誰か分からへんがな。誰が身内かも分からへんしやな。誰が他人かも分からへん。とりあえずお前、こんにちは、こんにちは、こんにちは、言うてやな。お前、頭下げながらやな。その無料の駐車場から歩いて3分ぐらいのところにその本家があんねんけどな。あ、集落でもまあまあ、入り口の方や、海沿いの方やわ。あの駐車場の海沿いにあるからな。ほんでまあそこには今はおばさんとおばさんの娘さんと、ほんで本家からちょっと歩いたとこにはあのおじさん、嫁さんから見てやでな、おじさん住んでんねんけど、ここはもうこの元漁師やんかな。前に話したかの、大阪出てくるときにな、まあ、沖ノ島にもパチンコ一軒あんねん、その、一番大きい島にな。どこやったと思うねんけど。パチンコ好きやねん。酒飲みよれへんねん。タバコとパチンコが趣味やねん。ね。で、大阪来るときはな、2000万ぐらい持ってきよんねん。バコに入れて豪華やぞ。ほら豪華やぞ。もうわしも長いこといんでへんからの、わかれへん。ほんでも生きてるみたいや。名古屋にな、そのいとこかな、いとんねん。いや、嫁のな、兄ちゃんの嫁のいとこがおるから、あ、それとはちょこちょこ連絡取るさかいにな。さすがにチャンネル登録してとはよう言わんちゃう。なあ、こんな動画見てへんと思うけど。ゆうこちゃん。ほんで、前が、もう9分になるわ。沖ノ島の続きは、またするわ。な、どこまで話したか分かれへんなるからな。もう葬式で初めてやな。初めて行って時の話やな。よっしゃ、控えたからな。おい、あなた、次の動画で会いまよか。大きに。いや、こんなことやってまんね。よかったらまたチャンネル登録もよろしく頼むわさ。お坊はん、おばはん、やっとメール、コメントの返事返ってきたわ。
おばはん、こんなチャンネル見えへんやろ。まあ、見てたらチャンネル登録よろしく頼みますわ。なあ、立派なこと、脳がきたれとるけど、こんなことやっとんねん。ほな、いいな。大きにあれ、もう肩だるいからな。あ、次の動画で会いまよ。大きに、西成5時ですわ。アイコン変えたん気づいた。大きに。